仁王像大山寺は、愛媛県今治市小泉にある真言宗の寺院。金輪山直王院と号す。本尊は、地蔵菩薩。四国88箇所令状の第56番札。本尊真言、御華かかびさん、前磯赤護衛家、皆人の参りで、やがて大山寺来世の引導頼みをきつつ自伝によれば、公認6年に空海が露木に当地を訪れた際に、総社川が氾濫していたが、村に伝えられる悪霊のたたりと考えられていた。空海は村人と堤防を築き、河原で土砂火事の秘宝を7座にわたって収し、満願の日に空中に延命地蔵菩薩を監督し、治水は成就した。空海はその手法の地に、不老松を植え、監督した地蔵菩薩像を刻み金輪山山上に、銅を建て本尊として安置したという。大山寺の名は、延命地蔵経中の女人大山から取ったものである。一説には、道教の五嶽の一つである、東岳大山からの引用とも言われる。天長元年には、純那天皇の勅願書となり、七銅伽藍を備え10房を持つ規模となったものの、数度の陛下により衰退し、空海が不老松を植えた山麓の現在の場所へ移築された。本堂今治市郊外の田園の中、石垣に囲まれた高台にあり、2000年に改修された白い漆喰塀が美しい。数段の石段を登ると、石柱門が立ち境内に入る。正面に客殿その右に、農協所さらに右に酒楼がある。大師堂は右後ろになる。本堂は左奥にある。鉄道バス道路竜泉寺竜泉寺の固定石山、竜泉寺養老年間、行基の会期で、自ら不動明王を刻み安置して、天気吉院と称したと伝わる。1610年には、今治藩主、藤堂高虎の祈願書となった。1699年、円納図の千年期に再始千寿院と改称したが、翌年火災で焼失する。その後、1912年北郡滝川村の竜泉寺を千寿院へ移転し3年後には現在の本堂を新築し竜泉寺と称した。仏堂の正面には固定の11面観音が掲げられている。農協及び御影の授与は仏堂隣の喫茶店、穴葉で行われている。四国88カ所55南光坊56、大山寺57永福寺。三島神社本殿拝殿東寺の東側に隣接する石段を中原まで上がっていくと三島神社の境内があり本殿拝殿がある。さらに登ると金輪山の山頂になり、かつて東寺のあった跡地に至るが今は何も残っていない。ありがとうございます。